皆さんこんにちは、認知症とお金の問題を解決する専門家の横手です。今日ですねこちらの、テーマ、認知症と意思能力についてお話をしたいと思います。認知症と診断されるともしかすると意思能力がもうなくなってるかもしれない、まあ、そうすると実際一切のですね法律的な行為ができなくなってしまうんです。ですから皆さんですねこれから家督信託任意後見契約を、遺言ですね検討される方は実は非常にですね、重要な、考え方になります。まず認知症についてちょっと、お話をしたいと思います。認知症はですねこれ症状の一つなんですね、くしゃみとかですね、これくしゃみって病名ではないですよね。実際認知症にはですねいろんなもう何十種類のですね、病名があるんです。まあ、有名なのはアルツハイマー型の認知症っていうのが約6割ぐらいですね占めてると思うんですけれども、まあ、脳が萎縮する病気というふうに言われます。じゃあ、認知症ですねどういった症状なのかと言いますとここなんですね、日常生活に障害があるかないかポイントなんです。日常生活に障害がなければ実は認知症ではないんですね。逆に言いますと認知症と診断されていなくてもですね日常生活に障害がある、例えば火を消しつけたらですね消し忘れてしまう、家を出たらですねなかなか迷って戻ってこれなくなってしまう、今日食べた朝のご飯がですね、食べた内容はわからない、これは認知症じゃないんですけれども食べたことを忘れてしまう、だからもう一回ご飯出してくれ、これはもう日常生活に影響ありますよね。これは認知症と症状になるんです。で今ですね高齢者の方ですね65歳以上の方が約3500万人ぐらいいるんですけども、その中でですね元気な方、そしてこの MCI、 これは軽度認知症と言います。先ほど申し上げました通りですねこの日常生活に障害まだないんです。ただなんか物忘れがある、でも日常生活はしょうがないという方は実際今400万人ぐらいの方いらっしゃるんですね。これ軽度認知症と言います。認知症と診断されてないので、まあ、薬をですね、まあ、処方されてない、薬を飲んでない状態なんですね。でこの段階のこの認知症の目をですね見つけることができれば、まあ、また元気になってですね、なることができるんですけども、これをですね知らずに何も手を打たないとですね残念ながら日常生活に障害が出始めて認知症と正式に診断されてしまいます。その中がですね認知症の中でも軽度、中度、重度とどん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 ですね、判断能力が低下していくというような形になります。はい、よろしいですか。で、この判断能力がですねこれなくなっていくとどんな影響があるかというと、これなんですね、意思能力、判断能力、まあ、いろいろ表現ありますけれども、実際ですね、自分がやった法律的な行為、まあ、法律行為ではですね、実はいろんな身近で皆さん毎日されてますので、買い物もそうですよね、これ法律的な行為になります。定期預金のですね、作るとかですね、口座を作るとか、これも法律行為になります。不動産を買う、売る、これ法律行為ですよね、贈与も法律行為になります。こういったものがですね、できなくなってしまうんです。で意思能力というのはですね、あれば法律行為ができるんですけれども、なければ法律行為は無効になります。無効になるとどういうことになりますと、これですね、遡ってですね、その時した行為がですね、後で無効ということで無効になってしまうんですね。つまり、その判断能力がないと、意思能力がないときに契約をです、例えばサインをしたとしてもですね、10年後、20年後経ってですね、その時に判断能力なかったということが証明できれば、これ契約が取り消されるんですね、無効になってしまうんです。で、まあ、一番分かりやすいのはですね、どういう方が判断能力ない方、意思能力ないかと言いますと、認知症の方だけではないですね。例えばですね、幼児、私の、次男が3歳なんですけれども、判断能力がないです。もちろん非常に可愛いです。可愛い可愛いんですけれども判断能力ないので、まあ、契約行為というのは一切できないです。ですから私の息子はですね、例えば、まあ、間違っているのは字も書けないですけれども、サインなんかしたのはこれいつでも無効になると思いますね。はい、分かりやすいですよね。そして、私もですね、今判断能力、意思能力があるんですけれども、今晩ですね、例えばですね、この日本酒一升瓶をですねぐーっとこうね、無理やり飲まされたとします。
これは当然ですね、私も一時的に、まあ、電水状態になりますので、意思能力はなくなってしまうんですね。酒が強くないものですから。そうすると、私があったんですけど、一時的にこうない状態になるんです。で、この時に、した契約行為、なんか不動産をくださいって、私も分からなくてですね、こう電水状態になりながらサインした場合、これは無効だということなんですね。契約のした行為をですね、自分にどんな影響があるのか、メリット、デメリット分かってない状態で契約するものはこれ無効になるんです。で、例えばですね、実はちょっと余談ですけど、遺言というのはですね、15歳以上からですね、できるところ、民法に書いてあるんですね。まあ、15歳以上ではある程度ですね、判断能力、そして意思能力があるというふうにですね、民法に定められているんです。で、意思能力はですね、これ常にあるわけではないんです。特に判断能力がですね、低下している質ある認知の方であれば、あるときは意思能力があるけれども、ある契約行為、ある条件によってはないということもあり得るということなんです。常にあるわけではないんです。まあ、通常ですね、成人の方であれば常に意思能力ある状態なんですけれども、この認知症の症状がですね、もう診断されて、まあ、この認知症の軽度の状態ぐらいになってしまいますと、まあ、非常にですね、あるときは歩きますけれども、ある契約内容によっては意思能力なしと判断されてしまう計算ということなんです。例えば買い物は非常に優しいものはですね、分かりやすいですよね。あるお金を払ったらあるものがもらえるという。不動産の売買ですね、ここを採用したら不動産が、まあ、他人のものになってしまう、分かります。で、まあ、我々がですね、よくお勧めする1回、2回、3回部分の家族信託、任意後見契約、遺言の中にもこのレベガラがあるんですね、難しさ。実は遺言と信託の契約を比較をしますと、遺言の方が、まあ、語りますと簡単な法律になります。家族信託の方が難しい法律行為になるんです。ですから、法意思能力があるかというとですね、両方できるわけではないんですね、これ。これ大事なんです。遺言というのは誰々にですね、長男に財産を渡すって非常に分かりやすいですけれども、家族信託の場合は、ある財産を誰かに託して管理をしてもらって、それで、管理、運用処分してもらう。あとちょっと難しい、複雑になりますよね。ということで、今日お伝えしたのはですね、まあ非常に元気であればですね、手続きこういったものの意思能力があってできるんですけれども、やっぱ判断能力がなくなってしまいます。軽度認知症は大事だと思うんですけれども、やっぱりこの認知症と診断され始めるこの段階になりますと、意思能力がないと契約の内容によっては判断されてしまいますので、なるべく早い段階で手続きをしないとですね、まあ、いろんなですね、相続対策、認知症対策ができなくなってしまうということになります。で、最近ですね、この、まあ、公証役場というところで手続きをするんですけれども、この公証人の方もですね、まあ、その今の高齢化社会がいろいろですね、そして手続きした後に、まあ、訴訟とかで巻き込まれてしまう可能性があるので、非常にこの意思確認をですね、非常にもう慎重になって取るようになります。つまり、認知になりますと、やっぱり、もう後見人の世界しかこれ、もう手続き残って、しなくなりますので、なるべく早い段階で、まあ、するかしないかとしてですね、検討していただきたいと思います。今日ですね、認知症と、そして意思能力の関係性についてお話をいたしました。以上になります。